通にやばいっす、これ普通に、もう、電話、警察電話していいっすか。サワイアンチャンネル、はい、どうも皆さん、こんにちは、サワイアンチャンネルです。しゃ実家でございます。約半年ぶりに実家に忍び込んでおります。というのも、まず、ヤンが現在カルちゃん撮影中、そして、母親が旅行中、誰もいないこの実家に、忍び込みました。本日やっていくのがちょっとヤンへの ドツキリなんですけども、何をやるかって言ったら、もし誰もいないはずの家に見ず知らずの女性から手紙となんかもろもろいろんなヤバいもの置いてあったら、ヤンはどんな反応するか、ドツキリやっていきたいと思います。これさ、相当怖いと思う。ちょっとね、サポートメンバーの今カメラマンやってるカナツプーに、なんか女の子っぽい字でちょっと書いてもらって、で、エリマネの口紅で、あの口で、あのキスマークもつけて、まず手紙を書きました。で、その近くにリップクリームをちょっと、ヤンの部屋かな、多分セッツイングして、ヤンが帰ってきたところをちょっと隠し撮りして、どんなリアクションするのかちょっと見ていきたいと思います。多分相当怖いと思う。皆さんやばくないですか？自分の家誰もいないはずなのに、突然見ず知らずの人から手紙とリップクリーム置いてあったら。相当ビビると思うんで、いやもう絶対普通に実家なんかも俺が来るわけないから、そもそももう半年ぶりだから、もうすぐ多分今7時なんですけども、7時半ぐらいに帰ってくるので、ちょっとカメラセッティングと、仕掛けセッティングしていきたいと思います。しゃっ、じゃあということで、こちらがね、ちょっとこういうちょっとノートの切れ端をね、こう綺麗に畳んで、かつこう口紅もちょっとね、こうエリマの口紅がね、こうついてます。で、このリッツにちょっとこうリボン巻いてある。いや、部屋意外に綺麗にしてるね。はい、ってことで、これは元僕の部屋、現在ヤンの部屋になってるんですけれども、もともとここにね、でっかい黒いソファーがあったと思います。皆さん、もうちょっとあの捨てたっぽいの、捨てたみたいなんですけど、どこに置こうかな、これを。枕の上とかもう大胆に分かりやすく、こんな感じで、こんな感じ、ただこれだけ。ガチクソ怖いと思う。怖すぎる。でここ寝てたみたいな、いない間に。なんなら多分まだいるかもしれないって思う。ずっと見てるかなみたいな、書いてない？あ、書いてある、そういう系の。あ、書いた。ここで寝たって書いた。そう、ってことで、あとだからカメラをバレずに仕掛けられるかな。物あるところこそ警戒すると思う。あ、バレそうだな、カメラ絶対わかんないでしょ。あと一個、これどこに置こうかな。拾う瞬間とか、あー確かにね、こことか絶対分かんない。うん、めちゃくちゃ綺麗にしてあげたら、女性が来たってなるで、綺麗。おー、ヤンが来るんで、僕らはちょっとどっか出ようか、別場所で待機しよう。ヤンから多分なんか連絡来るから、絶対来るね。じゃあ待っていきましょう。しゃ、
もしもし、お疲れ様です。ちょっと今大丈夫ですか？今大丈夫ですか？もしもし、今大丈夫ですか？もしもし、聞こえます？今家戻ってなんか自分なんか寝室のとこになんか最初ドアの上になんかおかえりみたいなってあって、紙がおかえりみたいな紙がなんか貼ってあって、で部屋入ったらなんか手紙みたいなの置いてあって、結構マジやばいんですけど、今あれなんですけど、マジやばくて俺次今警察電話しようかなって思ってて、いやマジでこれやばいっす。あの俺普通にてか多分ここにいること自体がやばいかもしれないです。普通に多分俺一回外出ます。とりあえずあの一回マジで多分警察呼ばないと、いやなんか枕のところに手紙が置いてあって、でなんか家来ちゃったみたいな、俺てか普通いるかもしれないんで、一回鍵だけ閉めて両サイ、でもこの部屋には入って普通にヤバいっす今僕自分の部屋います。いや どうすればいいかなっていう、普通にヤバいっすこれ。普通にもう電話警察電話していいっすか？はい、とりあえず待ってます。はいはい、はい、失礼します。はい、失礼します。聞こえます？やばいっす。めっちゃピンポン鳴る。めっちゃピンポン鳴る。やばい。やばいっす。何もないっす。俺、出ないっす。俺、普通に、もう、警察電話しました。マジやばいっす。レッツっす。ちょっと待ってください。うわっ懐かしい。本当にダメ、ちょっと待って、俺本当にダメ、俺本当にダメなやつ、ちょっと待って。どうですかこの、ちょっと時間ちょうだい。出かけてる間に、もしストーカーっぽい女の子が家に忍び込んでたらどっつきでした？いや、で、警察電話するよ、普通に普通に俺普通にもう、俺、いや、本当に危ないよ、うん、ギリギリだよ。いや、だから俺はギリギリ攻めてるから本当に、いや、おい一回現場見に行こう、現場見に行こう。いいよ、もう言うたら、もう絶対許さないから本当に絶対許さない、俺二度と信用してないから、マジでこれダメだよ。書いたのは、カナツプーです。本当にカナツプーが書きました。頑張って、字を可愛くしてそっくりだよ。そう、やばいよマジで、本当に怖い。俺本当にもう全員怖い。俺信用できないよマジで。隠しカメラ、ここにオズモが一つと、うわ、あとここに GoPro があります。うわ本当にダメだから。まあ、ということでね、まあ、いや、などうや、な、何マジで犯罪者だよマジで。犯罪だよ本当に。ただの犯罪だからね。だってもうここの住人じゃないから、犯罪だからでも本当にやってること。俺、いや俺マジであの金
髪これこれおかえりやばいっしょ。もう見た時俺本当に入るのやめようって思って。あでしょ、いや一回入れないでしょ。おるって思って多分いるって思って思っで開けて、うん、一応準備はしてた。何か来る可能性がある、うん、やつがいるかもしれない、うん、本当に怖かった。これガチやめよう本当に。ここ体に悪いよ。まあでも今回しかできなかったから、お母さんもいなかったし、で完全に家が不利な状況で、時間もコント合間縫ってここしかない。いやだからさ、いや今日おかしかったじゃん様子が。カルチャーさ、うん、全然終わりでいいのに撮影終わってんのに、うん、いやちょっともうちょい来ようぜとか言って撮影終わってんだよ、まあ、飯も食ったんだよ。飯食ったよ。追加でめっちゃ頼むのなんか多分なびか、そういうことか。で帰りもさ、俺普通になんかバスで帰りますよって言ってんのに、いやいやタクシーで一緒に帰ろうとか、めっちゃいつもすぐ解散すんのにちゃんと律儀に家の前までタクシー出してくれて、なんか全然全然いいみたいな、まあ、そういう、まあね、そういうのもあります。村があったんで、うざっ。ホントに嫌だわ。でもほらホントにダメだわ。まあだからそのなんだろう、女遊びもほどほどにってことです。いやいやいや、こういうことがあるかもしれないよっていう。リアルでしょこのノートの感じも。いややばい、これガチだ。俺見た時にで、この折り方も俺ら勉強して。あ、そうなんだ。そうそう、だから全てがそれだから。で本当はもっといろんな仕掛けしようとしたんだよ。でも、うん、いろいろ省いてシンプルにした。いや手紙と十分お帰りだけ。全然十分だから。お帰りはあの当時思いついた、これつけとこうみたいな。いやこれが一番やばかった。これやばい、これ怖いでしょ。これがやばく、これで何が俺脳フル回転して何が起きてんだろうって思って、いろいろ考えて、これを見て開いて、この最初のあの口紅は口紅、これに関してはもう触れたくなかったもん、気持ちが。これを読んだ瞬間に全てが繋がって、俺もう怖くなって、俺すぐ閉めたんだよ、この鍵。両サイ鍵閉めているかもしれないと思って、でここもすぐ確認して、とりあえずこの部屋の安全だけはすぐ確保して、本当に何が起きるか分かんないから、すぐ両サイ閉めて、でピンポン鳴り始めたから終わったわって思って、しかも連続で、そうまた来たわって思って、絶対出ないで怒って、ちょっとなんか電話して一応なんか確認してきてみたいな、念のためみたいな言うから、これ出るのも怖かったからね。ここ出るのも、いるかもしれないから、ね、でも電話していいっすかって言うと、警察電話していいっすかって電話するでしょ。ドッツキリ大成功ですね、これは。まあ、これがね、兄貴のドツキリクオリティです。いやいやいや、違う、ドツキリじゃないの、嫌がらせだから。いやいやいや、これがドツキリですよ。こういうことが続くと、本当に俺日常生活普通に生きていけないんだ。全部そうのドッキリは、あのオフで来るから、完全に全部より、あの本当に俺24時間もうこんなんなんないけないから、ずっともうクロちゃん一緒。俺21の遠野クロちゃん、遠野クロちゃん、遠野クロちゃん、前にね、あのベッドの下に寝なきゃいけないウィーッつって、遠野クロちゃんだよ。どんどん声高くなってきて、何何何、本当にやめて、本当にやめて、何を本当に俺もう死ぬぞ俺今年このままじゃ。俺もまあまあまあ脳細胞全部なくなるぞ。多分動画的にクソおもろかったから、楽しみにしてて、編集本当に編集、まあ、俺が編集、絶対編集楽しいよ。絶対楽しいよ。あとからクソ笑うと思うから、喉カラッカラだよ。うん、こやっぱあの死ぬって思うとこうなるんだね。もう血の気引いたっしょ。引いた、もう本当に怖い、ガチで怖いってなったから、ってことでグッドじゃないっす。締めましょう。グッドじゃないっす。締めましょう。もう締めていいじゃない。締めよう。もういいじゃない。もう十分です。はい、まあ、ってことでね、今回ね、こうヤンにね、ちょっと女の子関係のドツキリ初じゃないかな。あ、まあ、過去にはそっか、エリマネと、もし別の女性が泊まってたらみたいなのもかけたんですけど、まあ、やっぱりね、おもろいんでね、ぜひ皆さん、あのグッズとボタン、ヤンの焦り、あの面白かったなと思ったら、ぜひね、グッズとボタン教えてください。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ブワー。